フクロムシは、甲殻類の根津上木に属する寄生動物。近縁の生物として、フジツボやカメの手がある。他の甲殻類に寄生する複雑で特徴的な生活史で知られ、ケントロゴン目とアケントロゴン目に分類される。フクロムシのメス生態と、そのノープリウスフクロムシ類の生態は、 すべての大切構造と付属子が退化しており、とても節足動物とは思えない外見を持つ。寄生生物によくある通り、死由で著しく形態が異なる。宿主の体外に出ている部分は、メスの外部組織と呼ばれる部位で、柔らかい口クラソに覆われている。その中はほとんどすべてが生殖器であり、卵巣と卵が詰まっている。 縮主体内には体組織と呼ばれる根のような器官が成長し、特に中長線に付着して栄養を奪う。オスは著しく小さく、清掃以外の器官のすべてが退化した和油である。メスのエキステルナ内にあるレセプタクルというくぼみの中にいる。あまりにも極端に退化しているため、かつては、袋虫類は卵巣と清掃を合わせ持つ。 私有動態であるとみなされていた。より祖先的とされるケントロゴン目では、メスのエキステルナで、受精孵化したノープリウス妖精が、体外に放出され、数回の脱皮を経て、キプリス妖精に変態し、宿主を求め浮遊する。なお、直接宿主を狙うのは、メスのみで、オスは寄生して成長したメスが作る、受精用の構造を探す。 宿主に付着したメスのキプリス陽性は、ケントロゴニ陽性となる。この陽性の役割は、宿主に針を突き刺し細胞を侵入させることだけで、侵入に成功した細胞は、全中上のバーミゴニ陽性となる。バーミゴニ陽性は、宿主の腹部血体抗内に住み着き、インテルマとして成長する。成長に従い脂質輸送タンパク質の一種である、 ビテロゲニンを生産し、宿主の神経系を乗っ取り成形体までも変化させ、体外に生殖器官であるエキステルナを露出させる。一方、オスのキプリス陽性は、メスのエキステルナに開いた、該当口に付着し、トリコゴニ陽性に変態して、メスの体内に入る。オスは、メスのレセプタクルに達すると、個体としての機能を捨て、精子を作る。 細胞界へ変ずる。受精によりエキステルナは発達し、数度の繁殖を経て、オスに由来する、細胞界ごと脱落、廃棄される。メスが生殖可能な限り、このサイクルは繰り返される。アケントロゴン目では、ケントロゴン陽性とトリコゴン陽性の段階を省略し、メスの宿主への侵入とオスのメスへの侵入を、キプリス陽性が直接行っている。 フクロムシ類の宿主はすべて同じ甲殻類で、十脚目の、かわらじ虫目や黒豆、同じ満脚類である、フジツボ類に寄生するものもいる。フクロムシは、宿主の繁殖能力を失わせることで有名である。フジツボ類に寄生する、フジツボフクロムシ科は例外だが、ほとんどのフクロムシ類が、寄生虚生の能力を持つ。 これは、宿主のエネルギーが繁殖に振り向けられることを防ぎ、より多くの栄養を奪うための袋虫による適応であると考えられている。その結果、宿主はむしろ長生きする傾向が確認されている。これは、繁殖行動に伴うリスクをキャンセルした結果とみなされている。さらに、多くの袋虫類はオスに寄生した場合、宿主の優勢線を破壊することで、 メス化を引き起こす。その結果、オスの宿主が、メスが卵巣を掃除する様に、フクロムシのエキステルナを掃除したり、孵化した、妖精の放出を手助けするする行動も観察されている。カニはあたかも、フクロムシを、自身の卵だと思い込んでいるかのような行動を、取るのである。フクロムシ類は、キプリス妖精を持つことから、フジツボ類と禁煙であると考えられ、 分子系統からも根津上目は、寒胸上目と、姉妹群になることが指示されている。次に近縁なのは、尖胸上目であり、この3グループをまとめて、満脚カズナと呼ぶ。満脚類の中で、寄生して宿主から栄養を得ているのは、袋虫類のみであり、残りの2グループは、露化食者である。袋虫類の祖先もおそらく露化食者であると、推定されており、 他の節足動物の体表に付着して、露化食を行う段階を経由して、現在のような寄生が進化したのだろうと思われる。なお、フクロムシ類は単形統群であり、寄生の進化はこのグループの進化史上一度だけ起こった出来事のようである。イオ類に寄生するものが最も祖先的であるとされている。フクロムシ類の内部では、 ケントロゴン目の位置系統がアケントロゴン目であることが明らかになっている。つまりアケントロゴン目は単系統群だが、ケントロゴン目は側系統群である。したがって、ケントロゴンによる宿主への侵入が祖先的であり、アケントロゴン目は二次的にケントロゴン段階を失ったことになる。ウォーカーによる分類を示す。和名は、 バイオロジカルインフォメーションシステムフォーマリーンライフによるありがとうございます。